ライツ、ボーイ・ウィズ・ラブは、防弾少年団の日本10枚目のシングル。2019年7月3日に発売。両 A 面は、日本オリジナル楽曲、ライツと韓国にて発売された、アルバム、マップ・オブ・ザ・ソウル、ペルソナの曲である、小さな者たちのための歌の日本語バージョン。B 面は、ラブ・ユア・セルフ・ケツアンサーの曲である、アイドルの日本語バージョン。 ユニバーサルミュージック調べによると本作のシングル CD について2019年5月10日から7月1日までの予約注文が日本国外からの分を含めて100万枚を突破。また発売初日の出荷枚数は100万枚に達した。日本レコード協会は2019年7月ドリリースにて本作のシングル CD についてミリオンセラーに認定した。 男性歌手の境界ミリオ認定は2007年8月度の秋川正史千の風になって以来11年11ヶ月ぶり外国人歌手としては1996年1月度のセリーヌ・ディオン・ウィズ・クライズラーカンパニー2・ラブユーも以来23年6ヶ月ぶりの認定となったまた2019年度のオリコン年間 シングルランキングにおいて6位となり、外国人歌手として年間10位以内は、ダイアナロス、イフ・ミ・ホールド、オントゲザー以来29年ぶりとなった。収録曲、ライツは2019年7月3日に、世界同時配信され、防弾少年団の楽曲として、初めて日本の iTunes 総合ソングチャートで1位を獲得した。また、世界41カ国、 地域の iTunes 総合ソングチャートで1位を獲得した。また、BTS の日本テンスシングル、Lights, Boy with Love の発売を記念して、BTS の新曲、Lights が2019年6月28日から9月1日の期間限定で、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの大人気アトラクション、ハリウッド・ドリーム・ザ・ライドに起用された。Lights, 4時52分、Boy with Love ジャパニーズバージョン。 3時51分アイドル、ジャパニーズバージョン、3時42分ライズ、ミュージックビデオアイドル、ミュージックビデオ、ライズメイキングオブジャケットフォトス。ありがとうございます。